はい、神谷バー着きました。ですね、それでは店内入っていきたいと思います。1階神谷バー、どこに座ろうかな。電気ブランサワーなんて、すいません、チケット制ですね。ああ、チケット制ですか。チケット制だった。電気ブランのオールドと、生ビールの小ジョッキ以上です。はい、
タバコを吸える。あいつら。どうぞ。なぜかチェイサーの水が来た。じゃあいただきます。ギリギリまでぶっちゃけこぼれてる。でこれをこのグラスが欲しいんですよね。生ビールでチェイサーにして、生ビールをチェイサーにして飲むと。グラスがね、かっこいいんで買って帰ります。このグラス買うことできるんで、確か。販売してるはずなんで。普通に氷水、チェイサーもついてきてる。カクテルも結構売ってる。ハチブドウパンチだ。ハチブドウパンチ、なんだこれ。頼んでみようか。
ビール小ジョッキでも結構大きいね。小ジョッキだったんだけど結構でかいのが来る。この八ぶどうパンチっていうの見えないかな。八ぶどうパンチっていう、フルーツを、浸積した八ぶどう酒に炭酸を加えた神谷バー定番のカクテルですっていうのがあるんで、これちょっと頼んでみます。ごちそうさまでした。ということで、続けて八ぶどうパンチ頼んでいきます。食券制らしいんですか。どうも。
420円。タバコも吸えるかな。タバコも吸うか。ちょっとタバコも吸うか。某女性リスナーが好きな、ね、エコーを吸います。っていうか、まあ俺も好きなんだけど、俺もエコーが好きなんですよね。安いし美味しいんで、吸います。